古代世界の七不思議、ギザの大ピラミッド、バビロンの空中庭園、アルテミス神殿、オリンピアのゼウス像、マウソロス霊廟、ロドス島の巨像、アレクサンドリアの大東大七不思議の時系列と地図。太字の緑色と赤色の年号は、それぞれの建設と破壊の時期を示している。古代世界の七不思議、あるいは単に世界の七不思議は、古典古代において、 驚異的なものとされた建築物のリストであり、様々な書き手たちが古代ギリシアの旅行者たちの間で広く知られた案内書や史文の中で言及していた。現在知られるような形が定着したのはルネッサンス時代を迎えてからであったが、七不思議のリストへの言及は紀元前2世紀から紀元前1世紀にかけての時期に遡る。 以降、それぞれの時代に様々なバージョンが世界の七不思議などとして着想され、その多くは七件を挙例するものであった。当初からの七不思議の中では、古代世界の七不思議の中でも最も古い時代のものであるギザの大ピラミッドだけが、比較的に安定して、リストに挙げられてきた。ロドス島の巨像、アレクサンドリアの大灯台、マウソロス霊廟、アルテミス神殿、 オリンピアのゼウス像はいずれも破壊された。バビロンの空中庭園については、その正確な場所も、その後の天末もわかっておらず、もともと存在していなかったのではないかとも考えられている。紀元前4世紀当時、古代ギリシアは基地の西方世界の大部分を征服し、ギリシア人旅行者たちはエジプト、ペルシア、バビロニアの諸文明を訪れることができるように、 なっていた。様々な土地で接したランドマークや脅威に強い印象を受け、魅惑された彼らは、その見聞を記憶に残すため、リストを作るようになった。不審にとされるようになった言葉は、古代ギリシア語では、シータイプシロンミューアルファータウアルファーと言い,い、これは、光景あるいは、見るべきものを意味した。後になると、驚きを意味する、シータアルファーミューアルファータウアルファという言葉が、 用いられるようになったつまり、このリストは古代世界における旅行案内書のようなものとして生み出されたのであった。7件のこうした記念物をリストとした最古の研究を残したのはシケリアのディオドロスであった。エピグラム詩人であったシドンのアンティパトロスは紀元前100年頃以前を生きた人物であったが、7件のこうした 記念物のリストを挙げており、そのうち露剣は、現在広く知られている七不思議と一致している。私は、南高不落のバビロンの城壁を見つめて、壁沿いに競争するチャリオットを思い、また、アルフェイオスの岸に立つゼウス像を見つめ、空中にかかる庭園を見たし、ヘイリオスの巨像、高く築かれた人工の山であるピラミッド、マウソロスの巨大な墓も見た。しかし、 私が雲に達するアルテミス神殿を見たときに他のすべては影に置かれたというのも太陽はオリンポス山以外の場所には自らに匹敵するものを見出さないからである。ギリシアシュカ州グリーックアンソロジー958古代世界の7不思議とされたもののうち唯一現存するギザの大ピラミッド。同じく紀元前2世紀に記録を残した数学者であったとされる。 ビサンチウムのフィロンは世界の七つの光景と題した短い記述を書いた。現存する写本は不完全なものであり、七件あるはずの場所のうち六件しか伝えられていないが、その六件はアンティパトロスのリストと一致している。これらの記述より早い時期の歴史家ヘロドトスによるリストや、その後の建築家キュレネのカリマコスのリストは、 アレクサンドリア図書館に収められていたとされるが、これらを参照した言及しか伝えられていない。ロドス島の巨像は七不思議の中で最後に完成したもので、その時期は紀元前280年より後であった上、最初に破壊されたものでもあり、紀元前226年ないし紀元前225年の地震で崩壊した。つまり七不思議のすべてが揃って存在していた時期は、 60年間にもならなかったのである。7不思議のリストに取り上げられているものは、造形物、建築などの記念物だけであり、地域的にも地中海地方から中東にかけてに限られているが、これは古代ギリシア人にとっての基地の世界の範囲であった。従って、この範囲を超えた外にあったものは、当時の記述には反映されなかった。 古代ギリシア世界の書き手たちが残した記述は、このリストに挙げられた場所に極めて大きな影響を与えることとなった。7件のうち5件は、ギリシア人の手で完成された芸術内視建築を称えるものであり、例外はギザの大ピラミッドとバビロンの空中庭園だけであった。マールテン・ファン・ヘームスケルクによる、この絵はパリスによるヘレネーの略奪の場面を描く背景として、 古代世界の七不思議を描いている。ウォルターズ美術館像ローマ文化への古代ギリシアの影響やルネッサンス期におけるギリシアローマ芸術様式はヨーロッパの芸術家や旅行者たちの想像力をかき立てることとなった。シドンのアンティパトロスのリストに基づいて絵画や彫刻が数多く生み出され、他方では実際に現地へを赴いて、 不思議を実験しようとする冒険者たちも大勢、現れた。また、様々な伝説が流布され、不思議の超絶性はさらに高められた。21世紀までに、失われていた6つのうちマウロススレイ病アレクサンドリアの大東大とアルテミス神殿は、発掘調査の結果、遺跡及び残骸が発見された。2つの彫刻は、痕跡も残っておらず、 バビロンの空中庭園は実在したかどうかも不明のままである。ありがとうございます。